皆さんこんばんは。今日は2021年8月29日パラリンピックが始まって6日目です。私は先生からお台場にパラリンピックのトライアスロンの取材に行くよう申しつかってゆりかもめに乗ってお台場海浜公園に行ってまいりました。そしてなんとあの東京オリンピック・パラリンピック招致のプレゼンターの谷真海さんを間近で拝見することができました。そして奇跡的にご主人の谷明輝さんにお話を伺うことができました。これからご主人の明輝さんのコメントを読ませていただきます。いやいや、最初多分すごい早かったんでちょっと気合い入りすぎたのかなと思って、最後多分走ってる時はちょっと暑くて辛かったと思うんですけど、ゴールできて最後ゴールのシーンはあの携帯で見てたんですけど、あの笑顔で手振ってゴールしてくれてよかったな、ありがとうございます。お母さんよく練習してるのかなと息子さんにお聞きしました。いっぱいしてるね、一緒にね合宿も行ったりしてたもんね。僕谷明輝、谷海人です。新聞とかもちょっとニュースで出たりはしてたんで、ありがとうございます。すいません、ありがとうございます。うちの妹の子ですとコメントをいただくことができました。本当に光栄な時間でした。ありがとうございました。